それがですね、豆の花という世間からですよ、納豆などに糸を引かないでそんなもんが大丈夫なのというたくさんですね、意思をご用意いただいたんですけれども、あのフランスのリヨンというところで開かれました世界最大の国際日本一、茨城県のですね、食文化を代表して持っていったということでございまして、その結果としましてですね、あの皆さん見ていただいた方もいるかもしれないんですけれども、非常に各種メディア、これあの朝日新聞なんですけれども、納豆不食の国に渡るというようなことで、インターネット上のですね、ヤフーサイトのトピックスのトップにですね、茨城県の納豆文化が、まあ、紹介されたということで、もう毎日のようにあの朝日新聞の平成新聞にもですね、掲載していただきまして、今我々は東京で住んでいるんですけれども、毎日テレビ局に行ってですね、茨城県の納豆の話をしているという状態でございます。でこの取り組みをですね、 NHK さんが今ずっと昨年度暮れからですね、あのドキュメンタリーで追いかけていただいておりまして、その模様をですね、今度もう NHK さんも何度もニュースにしていただいたりとか、今度はあの BS の方ではワールドニュースの方でも紹介していただけるということになっておりまして、これ納豆の新しい文化と捉えているんですけれども、糸を引かないというところにですね、実は、まあ、特徴がありまして、これはあの納豆菌を殺しているわけではなくてですね、糸を引きにくい納豆菌を茨城県が発見したんですね。ですから、健康面とか栄養面では全く同じなんです。ただ糸を引くというのが苦手だという方が、特に関西圏とかですね、それから海外で非常に多いんですね。やっぱり糸を引いているということだけが非常に、ちょっと抵抗があるということで、今回糸引きを抑えたところですね、フランスで大変好評を博しまして、で、まあ、世界一の美食の都リヨンで18万人から19万人という、まあ、大勢の方が集まった中でですね、一番集客があった、日本ブースの中で茨城のこの豆の花のブースだけがもう連日黒山の人だけでして、300食っていう予定のものが2000食毎日も出てくれるぐらい、日本の食文化が非常に海外で評価をされたんですね。でフランスを選んだ一番の理由と申しますのは、実はフレンチパラドックスという現象をご存知でしょうかね。世界中の食事の中でフランス料理が一番カロリーが高いんですね。ところが先進国の中で一番フランス人が心臓疾患で亡くなる率が低いんですよ。これあの赤ワインに含まれていますレベルの効果なんですね。でどうでしょう、我々の日本の食文化が世界遺産に登録されたというんですけども、これ実はですね、日常食なんですよ。あの懐石料理のようなイメージがありますけれども、実際には審査をする方々は民族学者の方々なんですね。で日常的な日本の食文化が非常に評価をされたというところで、で皆さんご存知のように日本人というのは世界一の長寿の国なんです。女性が2010年度の発表によりますと 86.61 歳、男性は80歳ですから女性の方が6年も長いです。でも統計を取りますと、やっぱり女性の方が健康食を食べる傾向にあるということですね。で日本人が長寿な一番の理由というのが発酵食品ということなんですよ。でその発酵食品の聖地が茨城県だというコンセプトを、まあ、フランスに持ち込んだということですね。でフランス人というのは非常に食に対する意識が高いというところがありまして、で今回糸を引かないということで新しい食材としての可能性を非常に、まあ、なんとですね、世界各国のトップシェフとかトップバイヤーの方々から200件問い合わせいただきまして、もう5件ですね、商談が向かっているということですから、まあ、茨城県としてもいろいろですね、非常に素晴らしい取り組みになっているということでございます。で納豆が糸を引かないことによって何が起きるかといいますと、実はですね、お父さんが納豆好きなんですけども、お母さんとか子供が嫌いというケースで食卓に載せられなかった納豆を糸を引かないのはお子さんや奥さんで、
子供の納豆はお父さんという、そういうシーンも生まれるわけですよね。で、私たちは今当たり前のようにワインとチーズを楽しんでいるという食文化を楽しんでますけども、昨日にチーズが入ってきた時は給食のプロセスチーズだったんですよね。今思えば美味しくもない普通のあの硬いプロセスチーズが今日本中で根付いて、もうピザなんかのクワトロフォルマチオなんかは青カビのチーズが入っているので美味しいなんていう時代が今迎えたんですよね。だからこの糸引きの少ない豆の花という、で豆の花というその納豆の名前なんですけど、これ私が入用したんですけども、豆腐というのが今世界中でもう作られて、パリでもですねフレッシュな豆腐、朝作った豆腐が食べれる時代なんですね。でも豆腐というし、どうでしょう、豆が腐ると書くんですよね。あのこれ食文化的には腐ると書くのはこれ発酵の意味なんですけれども、ただ50年後、100年後にこれから生まれてくる日本の未来の子供たちに豆が腐るという文化を残した方がいいのかということなんですね。で、私はまず今伝統で残っているもの、それを大切に守りながら、これから未来の伝統になる取り組みに対して美しい名前を残したいと思ったんですね。それが豆とかという名前、つまり豆が発酵をして、発酵したのが臭いんではなくて美容とか健康にいい香りだという発想ですね。美しい香りが日本人の長寿とか勤勉さとか集中力を保ってくれたという、その先人のその作ってくれた納豆という食文化に対して未来に美しい名前を残そうという意味でですね、豆の花という名前を付けたんですね。それが非常にヨーロッパの評価をされまして、フランス名をソジャクレモストという名前を付けたんです。ソジャクレモスト、これはソジャというのは大豆という意味で、クレモストというのは泡なんですね。納豆をかき混ぜた時にできる泡が消える時に納豆らしい香りが立つということですよね。で、そういうちゃんとした日本の大事な食文化を解説した時に、日本人がいかに伝統食を大切にしてきて素晴らしい日本食が生まれたかということに尊敬と感謝の評価が今世界中からアメリカが、茨城県が納豆という食文化を使っている素晴らしい聖地なんだという評価に結びついたということなんです。で、私自身が今茨城県に、ご用意いただきまして、一番思うことは、茨城県というのは日本中で1、2、3位の中に入るほど美しい雲が出る地域なんですよ。雲、クラウドですね。雨が降りまして大地に水が溜まります。で、地面が呼吸をすることによって雲ができるんですね。私たちは地球の健康を保てるんです。地球を生命体というふうに捉えた時の呼び方がダイヤと言います。あのダイヤというわけで番組がありますよね。あれは地球が生き物だよという意味なんですね。だから先人が残してくれた地面に徳が宿るという表現をしますけれども、土徳という言葉があるんですね。土の徳と書きますけれども、土徳のある地域というのは日本でも数えるほどしかない。その中の一つが茨城県だから雲が美しいということなんですよ。何気なく見る夕焼けの風景に美しさを感じる感性が茨城の方々には当たり前すぎて何も感じなくなっているところで、我々のように東京から茨城に来た時にものすごく茨城の風景の美しさに気持ち、心が癒されるんですよね。これも茨城県の一つの財産なんですね。で、よくですね、私が東京なんかで茨城県の PR イベントなんかに出ましたときに、全国の優秀な人たち、広告代理店の人たちが頑張ったときにですね、茨城の伝統食、例えば大子町のお母さんとか牛久のお母さんたちが東京に来て煮物なんか作ってくれると、恥ずかしそうに真っ黒な煮物とかって言っちゃうんですよ。どうですか皆さん、どう思います？茨城県の味付け、もしかしたら確かに濃いよなって。でもなんで濃いんですか？味覚が落ちたから濃いんじゃないんですよ。茨城県を支えてきた先人たちは日本で最
とんど働き者だったんです。だから北海道を除いて茨城県というのは日本で一番の農業県ですよね。つまり汗をかいて一生懸命働いてくれた、だから失われたミネラルを補うためにおかずに工夫をして、そのおかずを栄養を吸収するために発酵食品を食べて、で味付けが濃いんです。京都のお祭りですよね。一見おしゃれに思いますけど、汗をかかる。お米文化ですから汗をかかる。だから薄さしていいでしょ。私たちは茨城県の先人のご先祖様たちに尊敬と感謝の気持ちを食文化という形で理念してるんですね。継承してるんです。だから茨城の食べ物は誇りに思うという言い方をしてほしいんですよね。だから茨城県の食べ物の素晴らしさというのは、先人たちが努力をした上に、だって先人たちがですよ、茨城の大地に農薬とか添加物をいっぱい撒いてたら今の茨城県はないんですよ。健康で笑顔で一生懸命生きている皆さんの未来がなくなってたんですよ。努力をして一生懸命作ってくれた五徳の上に茨城の今の食感というふうに考えたときに誇りに思いますよね。僕はすごくそのことに気づいたときに感動したんですね。そこで茨城県のために自分の人生で一番働ける今を捧げるという思いで年間128日茨城に来てるんですよ。この2週間で僕も今日で9日目ですから、もう本当に茨城のことが大好きです。なぜかというと茨城県を大切にしないと日本の未来がないからです。茨城県が本当に真剣に食に向き合わなければ、東京の台所の 10% は茨城県で支えられてるんですよ。首都圏ですよね。だから我々が日常で食べている当たり前のもの、それが実は当たり前じゃないということに気づくことがやっぱり大事なんですね。だから改めて今回は茨城県の食材の素晴らしさというものを知っていただくための、特別食事会ということで、ディスカバー茨城、改めて茨城の人たちが茨城の本当に素晴らしい食材を食べたときに、もう一度その生産者の方々に敬意が払えるんじゃないかということですよね。